はい、億万長者合宿シリーズをご覧の皆様こんにちは。そして吉谷さん、いつもご連絡ありがとうございます。今日はですね、どうやって売り上げを作るのかという話にしていきましょうか。売り上げを作ろうと思ったらですね、例えば100万円でも1000万でも1億でもいいんですよ。売り上げを作ろうと思ったら集客は絶対いりますよね。集客がないところに売り上げは立ちませんので、皆さん集客をしたいはずなんですよ。で、集客しようと思ったら信頼されないといけないんですよ。信頼されるから次も見ていただける、信頼していただけるから質問も来るということなんですよね。じゃあどうやってね、信頼を作るのかってことをちょっとね、今日考えてみましょう。信頼を作るっていうのは、何々何をして当たり前っていうふうに思われることなんですよ。例えば私がね、 YouTube をやって当たり前、 Facebook ライブをやって当たり前、メールの返信がすぐにあって当たり前で、動画アップ当たり前の、とにかくね、多くの方から久保さんはこれやって当たり前だよねっていうふうに思われてるから、いわゆるこれが信頼なんですよね。で、私がですね、やったりやらなかったり、答えたり答えなかったり、 YouTube やったりやらなかったり、 Facebook ライブやったりやらなかったりね、速稼塾の放送をやったりやらなかったりしたらどうですかね。当てになりますかね。やったりやらなかったりが当たり前の人って多分信頼されないんじゃないかなと思います。ましてやですね、 YouTube のチャンネル登録者数が1万人になるってことは、まあそこそこね、信頼されてるんじゃないかなと思うんですよ。で、100人の方には100人、チャンネル登録者数が100人の方っていうのは100人の信頼が集まり、1000人チャンネル登録者数がある方は1000人の信頼が集まり、1万人の方は1万人の信頼が集まる、これなのかなと思うんですよね。ではですね、一人一人の自分の行動を捉えた時に、よく人はね、どこどこの会社は信頼できないと、何々さんはもう信頼できないって言いますけども、そんなね、人の評価をするぐらいあなたは信頼に足る人間ですかって私は思うんですよ。自分が誰からも信頼されてない、信頼されてたとしてもすごく信頼度の薄い人なのに、他者を簡単に軽々にですね、信頼できる信頼できない、この人はダメだ、この人は詐欺だとかっていう風な人に、やっぱりね、また信頼はつかないと思うんですよ。本当にね、信頼してるんだったら最後まで信頼するべきだと思うんですよ。それがですね、旗色が悪くなったら、いやいや、あの人怪しいと思ってたんだよと、旗色が悪くなったらおかしいじゃないかって急にね、動揺してこんな風にしてね、信頼を自ら揺るがしていく人に信頼は集まらないと思うんですよね。当然ですけども、人を信頼して、会社を信頼して、何かを信頼して思わぬ結果になることって誰でもあるんですよ。その時はですね、簡単に信頼を手放すんじゃなくって、信頼してるから協力して改善に向かおうよっていう風な声かけが信頼なんじゃないかなと思うんですよ。さあどうでしょうか。ピンチの時に逃げ出す人、ピンチの時にもいてくれる人、どっちにあなたは信頼を寄せますか。そしてあなたはどちらの人でしょうか。それではいってらっしゃい。